くんかな、朝だよ。この子が主人公だよね。なんかアニメ版をね、当時ちょっぴり見たことがある程度なんですけど、本当に1話も見てないぐらいなんだけど、だからキャラの見た目はちょっと知ってます。起きないと学校遅刻しちゃうよ。ペットかな、ペットにメールニュース来てるよ。ワールド3のネット犯罪がすごく増えている。ネット支配計画が本格的に始まった恐れありだって。うるさいな。あとパパからもメール来てるよ。日曜は仕事休めなくてごめん。今の仕事終わったら家に帰るから、それまでママと仲良くな。これはそのお詫びだ。うまく使えよ。だって、バトルチップのデータが添付されてるよ。ああ、せっかく気持ちよく寝てたのに。チップデータ展開しておくから、後でペットをチェックしておいてね。わからん単語だらけ。ちょっと、ゲームでかいな。ネットくんですね。この本棚にはテストの答案が隠されている。無理に隠すつもりはないが、ママに見せるつもりもない。眠るにはまだ早い。あ、すいません。パソコンですか？ペットはそこじゃないよ。あ、怒られた。これ？ネットは携帯情報端末、ペットをゲットした。携帯なのか。スタートボタンでサブ画面を開くとチップデータを調べたり、E メールを読むことができます。ネットは疑似人格型ナビゲーションプログラム、ロックマンエグゼをゲットした。EXE というファイルだった今。ネットくんおはよう、おはよう。おはよう、ロックマン。何かあったら L ボタンでいつでも僕を呼び出してね。じゃあ学校行こう。ネットくん、またメールチェックしておいてね。はーい。あ、はい。遅刻しちゃう。テレビ壁掛け？ハイテクじゃん。プラグインしてみたい形だが、このテレビはちょっと型が古いのでプラグインできない。プラグイン。おはよう。お母さんかな？おはよう、ネット。ママおはよう。ご飯テーブルの上に用意してあるけど、食べてる時間ある？え？ないの？食べてこうよ。朝ごはん大事よ。急いで朝ごはんを食べた。元気が出た。あ、お皿の下にチップを見どういうこと？リカバリー10の A をゲットした。なんかその辺にチップ転がってんだな。パパが隠してるのかな。行ってくるよママ。朝からシチュー。たくさんの食材が束を連ねている。遅刻しちゃダメよ。はーい。このレンジで作るアップルパイは天下一品だ。マジ？立ち込めてる。食欲をそそる匂いだ。この犬の餌みたいなのは鍋かな。よし、出ましょう。行きましょう。寄り道もほどほどに。おはよう。女の子、ヒロインですかね？遅いよ。やば。メイルちゃん怒ってる。待っててくれなんて誰も頼んでないのに。ん？なんか言った？さあ、学校行こう。なんで毎日一緒に行かないといけないんだよ。いいの。昔からそうしてるんだし、話すことだっていっぱいあるんだから。ネットくんは聞いてるだけだけどね。うるせえ。メイルちゃんっていうの？ねえ、知ってる？最近この辺りでオーブンレンジが突然火を、あ、ちょ、早い早い。ひょっとして、ダブル、スリー？やばい、早いよ。着いたね、消す行こう。早っ。え、なんか真っ青だけど。この子は？あなたはこのヤイトちゃんにペットについて教えてもらいたいと思ってる？はい。なかなかいい心がけね。じゃあよく聞くなよ。パーソナル、ターミナルを略してペットっていう。ふんふんふん。つまり個人用の携帯情報端末ってとこね。簡単に言うと電話以外の機能もいっぱいついた携帯電話ってところかしら。メール出したり電子マネーで買い物したり教科書のデータが入ってたりとかね。スマホやね。ややこしい操作はいらないの。中に入っているナビゲーションプログラムと話せば何でもやってくれるわ。あなたのペットにもいるでしょ？ロックマンってナビが。ああ、シリ。ロックマンはシリなのね。それでは授業を始めます。1時間目はウイルスバスティングの授業ね。今日のメールニュース見た人？はーい。ワールド3のネット犯罪がすごく増えてるらしいです。そう、よくメールをチェックしてるわね。もうネットくんも知ってるはずなのに。みんなももしもの時にウイルスを退治できるようにちゃんと授業を聞くなよ。え、ワールド3のウイルスなんか俺様のガッツマンにかかりゃ一コロよ。でかいの、デカオのヘナチョコガッツマンでね。なんだと？そんなに熱くなんなくても、ワールド3はデカオなんか相手にしねって。
てめえネット、ほらみんな静かに。今日は最近よく発生するウイルスメトールを使って授業を進めます。じゃあみんなペットをプラグインして自分のネットナビをサイバーワールドにトランスミッションしましょう。横文字がいっぱいすぎる。ネットくんプラグインだって R ボタンだよ。はーい、 R ね。簡単にアクセスできちゃうんだな。わーお、みんなのナビ揃ったみたいね。それではメットールのデータを発生させます。準備はいいですね。ここで習うのか。じゃあウイルスの倒し方を実際に戦いながら説明していくわよ。間違えた、痛い。セーフ。よくできました。じゃあ今日の授業はこれで終わります。はい、お疲れ様です。放課後。うん、なんだかあっという間に一日終わっちゃったね。さあ帰ろ。 OK。 あれ、ワールド3だっけ。メールが届いた。はい、ワールド3、あ、合ってるわ。あ、パパから、マリコ先生からも来てる。ネット元気か。パパ、ロックマンの強化プログラムを作ったぞ。でもちょっとデータが重いからメールには添付できないな。そのうち家に持って帰るから楽しみに待ってろな。じゃあロックマンと力を合わせて頑張るんだぞ。ペットの L ボタンを押せばロックマンと話ができるから、困った時には L ボタンでロックマンと相談してみるようにな。パパはエンジニアかなんかなの。授業の補足です。授業で言い忘れてたことがあります。まずチップは使ってもなくなりません。だからどんどん使っても大丈夫。その時の作戦次第だけどね。あとサイバーワールドではペットの R ボタンを押せばいつでもナビを呼び戻せるの。これをプラグアウトと言います。便利な機能だから有効に使ってね。どちら先生だけど、みんなこれからもよろしくね。先生熱心だな、教えるの。ただいま。オーブン大丈夫？大丈夫そう。あれ？誰？あら、お帰りなさい。今ね、ネットワーク防犯協会の人にコントロールパネルの点検してもらってるの。ネットも知ってるでしょ？レンジが火を吹く事故のこと。朝、メルちゃんが言ってた事故のことだね。こんにちは。いや、悪そう。いや、悪そう。ちょっと人で判断、見た目で判断するのは良くないけど。なんかやらかしそうじゃない、この人。今回の事故は外から侵入したウイルスが原因かもしれません。だから念のため、皆さんの家のコントロールパネルを点検して回ってるんですよ。なんですって。ということだからネット、邪魔にならないように自分の部屋に戻ってなさい。インターネットでもやってようよ。お母さん、この人、ちゃんと、あれした？名刺とかもらった？確認しなきゃダメだよ。こんにちは。あ、ロックマンさん。私です。ネットさんのクラスメイト、ヤイト様のナビのグライドです。あ、すごい。ヤイト様の家で使っているプログラムが迷子になってしまったんですよ。このインターネットのどこかにいるはずなんですが。私は用があるので、もうすぐ家に戻らなければならないのです。ロックマンさん、もしプログラムを見つけたら、うちのネットワークに教えに来てくれませんか？それではこれをお渡ししておきます。ヤイトのアドレス、やった。いいのもらっちゃって。このインターネットのどこかにあるアクセスポイントで使えば、ヤイト様がお持ちの絵のネットワークの中に入ってこれるでしょう。私はそこにいるはずです。あとヤイト様にはご内密に怒られてしまいますので。はーい。あ、この人は、お家がわからないよ。グライドさん、お迎えに来て。ネット君、前のプログラムってきっとこの子だよ。そうだな、ロックマングライダーのところに教えに行ってくれ。エイトちゃんが持ってる絵のネットワークの中だよね。了解。エイトちゃんのネットワークどこ？自分がどっから来たのかもうわかんなくなっちゃった。あ、ヤイト！これだ。こんにちは。エイトの絵をお気に入りにした。生き生きが自由になった。はい。うちのプログラム見つかったんですね。場所は、はい、わかりました。どうもありがとうございます。お礼と言ってはなんですが、これをどうぞ。スプレッドガン、愛をゲットした。やったね、ネット君。どうする、そろそろおやつできた頃じゃないかな。あ、戻れって。戻るか。じゃあよし、ご飯食べ行こう。あ、鳥が止まってる。あと寝た。あ、何、どうした。ママだ、どうしたんだろう。行こう。やっぱオーブンあれなんじゃないの、燃やされたんだ。あー、消化消化。ネット、レンジでホットケーキ焼いてたら、レン、ホットケーキをオーブンレンジ使ってんの。これどうしよう。さっき点検の人と来てたじゃん。異常なしって帰っちゃったわよ。それよりこの日、ロックマンレンジにプラグインしてみよう。ウイルスかバグかわかんないけど、とにかく調べてみてくれ。任せて。
あー、オッケー、これでプラグインすんのか。この燃えた状態で入れるのね。ロックマン？うん、レイジのプログラムがいるんだけど、なんか様子が変なんだ。あ、ロックマンか。気をつけろよ。もしウイルスが出たらチップデータ送る。うん、お願い。ウイルスの親玉がオーブン機能セクションで火を発生させています。奴を倒せば火は収まるはずです。オーブン機能セクションはこのレンジネットワークの一番奥にあります。ありがとう。ウイルスは姿が見えません。突然襲ってきます。気をつけて。うん、さっきめっちゃ体験してる。大変です。レンジがウイルスに乗っ取られてしまいました。私たちはレンジのプログラムです。ウイルスじゃないですよ。あ、大丈夫。このように火でネットワークがところどころ途切れているのです。回答セクションにあるプログラムアイスブロックがあれば火を消せるはずです。うーん、氷のあれがいるのか。こっちへ行けって話ね。来た。ネットくん、やっぱりウイルスだ。しかもこのデータ形式ワールド3だ。手強いよ。メールの言った通りかよ。行くぜロックマン、バトルオペレーションセット。イン。いや、手強いよっつってお前かよ。手強いよっつってお前かよ。じゃあ、キャノンで行きましょう。大丈夫？ここはレンジネットワークの中心部分です。でもみんなやられてしまいました。嘘？これ、治んないんじゃないの？ここの通貨はゼニーなのか。読み方分かってなかったんだよね。私たちにはウイルスバスティングの能力がほとんどありません。でもあなたなら奴らを倒すことができるかもしれません。ガク。あ。ここ？ここは回答セクションです。このプログラム、アイスブロックを使えば火を7個消すことができます。これを使ってオーブン機能セクションへ行ってください。ウイルスの親玉を倒してレンジの暴走を止めてください。はーい。火を調べればアイスブロックを使うことができます。もしもアイスブロックがなくなったら戻ってきてください。またアイスブロックをあげます。プログラムのコピーに時間がかかるので火はまた復活してしまいます。気をつけてください。はい、アイスプログラム、まあ、やってみよう。お、なんだなんだなんだ、そんなそんな、痛い。え、ロックマンどうしたんだ。ロックマン、なななな、へっへっへ、誰だ。ナビを呼んでも無駄だぜ。今の爆発じゃ多分ナビは罠ぶつさ。お前さっきの防犯協会の。え、それはおめえらを騙す仮の姿。その正体はワールド3のオペレーター様ってわけさ。じゃあ今までの事故は。え、なかなか頭の切れるガキだ。その通り、全部俺様のナビがやったのさ。残念だがおめえらにはナビと一緒に死んでもらうぜ。外には逃げらんねえぜ。諦めな。え、なんで？玄関閉じられてんの？何者かによってロックされている。なんで？自分家なのに。ロックマンは？やっぱり連絡取れない？パパー！とにかく火を沈めなきゃ。何かないか。2階の道具箱、あそこ。いや、水道あるじゃん、横に。水道じゃダメなの。こういうさ、布みたいなのでさ、覆いかぶせてさ。あれ、濡らしてなきゃダメなんだっけ。あれ、道具箱って言った。これか。ウォーターガンをゲットした。行かなきゃ。スプラトゥーンだった。結構威力ある。よかった、ちょっとだけ火がマシになったみたいに。お前映ってるよ。応答してくれ。ロックマン応答してくれ。んー、ネットくん？大丈夫か？うん、助かったよ。サンキュー、ネットくん。こっちもやばいことになってるんだ。ロックマン急いでくれ。了解。炎ここにあったよね。あ、回数あるんだ。なるほどね。あ、片方で。やった、金だ。わあ。マジとか言わないでよ。マジだよ。大マジだよ。大真面目だよ。この先がオーブン機能セクションです。ウイルスの親玉、誰かのネットナビがいます。ただのウイルスとは比べられないほど強いので、気をつけて。ガク。ありがとう。あ、こいつかな？頭がろうそくみたいだね、君。なんだ、貴様。お前、ワールド3のネットナビだな。これ以上好きにはさせないぞ。へへへ、貴様この家のナビだな。しかもそのスタイル、オペレーターはガキか。日の剣様と俺に歯向かうにゃ、100年早いぜ。え、子供だとかわかるんだ、この見た目で。この、なんかつけてるってか、ヘルメットみたいなのが子供なの。違うのかな。商売やってみなければわからない。ネット君、オペレーションお願い。オッケー。
えへへ、ここまで来たご褒美なネットバトルで勝負してやら。だがファイヤーマンの言う通りだ、俺たちは強いぜ、行けファイヤーマンよ。あくま、こいつかなり来てるぜ、気合入れてけよ。ネト君こそビビったりしてないよね。もちろんないない。じゃあこっちも行くぞ、バトルオペレーションセット。うん、さ、300あるのか HP。 まずはエリアスチールしてソードぶちかまそうかな。お、後ろに動くんかあいつ。よし、何その動き、なんで斜めにそんな動くの、おかしいでしょ、ズルじゃん。ソード入れれるね、ソードが一番火力出るから。くっ、やったわ。ソードが出続けるぜ、いいね。よし、これ町でもいいな、町にしてみるか、町。 OK、 これで一気に効果力で落とすぜ私は。いない、お前そのタイプかよ。一気に来ないやつは、これは一気に来るやつかな。ななクロスガンが一番できそうかな。J これでいこう。あ、うーん、どうしよう、うーん、どうしよう、ソード狙うか、せっかくフィールド広いし。あた、バカ。やった、自分から来てくれたぜ。やったぜ。やった、戦前に、イエーイ。なんでこんなガキどもにファイヤーマンがデリートされるんだ。へ、だが使命は果たしたぜ。何のことだ。へ、今回の作戦はワールド3のネットワーク支配計画の一つなんだぜ。まさか、嘘だね。現に俺たちが探してたある重要なプログラムの一つはお前さんの家のレンジの中で見つか。なんで。と余計な話をしちまったか。まあそのうち戦争が起きてお前らみんな死んじまうんだから関係ねえな。じゃあな。待て、プログラムって戦争って話が見えないぞ。くそ、お父さんがオーブンレンジの中に隠してたとかそういう話。でも火事にならなくてよかったわ。いや、なったっしょ、なったやん。あれは火事には入らないの。ネット、ありがとう。ほんと、ネット君はナイスオペレーティングだったよ。ああ、ロックマンも。やっぱり気にしてるの？ワールド3のこと。でもわからないことが多くてさ。仕方ないよ。初めて奴らと戦ったんだし。でもネットワークの支配も戦争も僕は絶対そんなことは許さない。でもな、俺たちに何ができるんだろう。万一奴らがどこで事件を起こすかわからないんだぜ。事件が起きたらそこに乗り込めばいいんだよ。ネット君やろうよ。でもその前に、おやつ。ママ、俺は腹減った。おやつ。やっぱり。ちょっとネット君、うるさいな。ちゃんと考えとくって。でもさ、ホットケーキも燃えちゃったんじゃない？そこにあるわよ。レンジの中。ホットケーキうまく作れてたのに真っ黒焦げになっちゃった。ああ、安心したらなんだか眠くなってきたわね。ネットも遊びに行ってもいいけど、疲れてきたら眠った方がいいわよ。おやつなしやん。てかこの鍋出っ放しや、朝から。ちょっと早く処理しなよ。なかなか面白かったね。これはあれだわ、あのリマスター版出るっていうのも納得ですわ。何目線。何目線って感じだけど、リマスター版もあれですね、ちょっとやっぱ残念だわ。リマスター版出るのに先買ったのちょっと残念だけど、まあ先取りできるから、うん、うんって感じ。はい、お疲れ様です。